こんばんは、新井レイラです。はい、ということで皆さん、はじめまして、こんばんは、新井レイラです。22歳、東京都出身です。よろしくお願いします。ということで始まりました、アメステージは芸能人とファンが一緒に遊べる参加型の生放送です。放送の途中で参加型のコーナーもありますので、アンケートで参加したり、たくさんコメントして最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてアメステージはですね、ギフトという機能で放送を盛り上げることができちゃいます。画面を賑やかにできるスタンプギフトや、お手紙のようなメッセージ付きギフト、プリクラのようなフレーム付きの特別なスクショタイムが始まるフィーバーギフトという、制限時間内に皆さんがスクショツイートをした回数、合計回数分、皆さん全員にギフトがプレゼントされる豪華な ギフトだそうです。はい、ということで、フィーバーに送った方はもうこの世界ではヒーローとなりますのでよろしくお願いします。フィーバーさせてください。さあ、どのくらい今見てくれてるのかな。こんばんは、みんな、こんばんは。お、こんばんは。すごいいっぱいコメントが見れる。ではですね、もうみんな来てるのかな。ではでは、コーナーに行く前にスクショタイムをもうやっちゃいます。一発目から、画面の左下にあるスクショボタンを押すと、スクショを撮ってツイートできるので、いろんな人に見てもらえるように、この放送の拡散もお願いします。じゃあ行きますか。スクショタイムいいのかな。皆さん準備できてますか。行きますよ。じゃあスクショタイムスタート。イエーイ。あれ、撮れてる。拡散してね。はい、こんな感じで。あら、スクショしてるみんな。オッケー。ウーパールーパー、ということでスクショいっぱいしてください。おおお、すぎたさん、しげさん、こうちゃんさん、マルスさん、ゆうたさん、あ、いっぱい、あ、いっぱいして、スクショいっぱいして送ってね。はい、じゃあ早速コーナーに行きたいと思います。続いてはですね、コーナー、クイズコーナー、クイズコーナー、クイズで、どれだろう、あった、じゃん、秒速画伯クイズ。こちらは、こちらはパーソナリティにシンプルな絵のお題が出るので、たった10秒で描いてください。あ、これ私が描くのか。リスナーの皆さんは10秒で描かれた絵を見て何かを当てましょう。え、どこに描くの。え、
え、どこに書くの教えて。紙に書くの。ちょっとこれ紙ないんだけど、どこに書くの。ちょっとこれ紙ってないんですよね。台本の裏に書いていいのかな。違う。じゃあ今書く。今ハンバーガー。あ、でもすごい、奇跡的にみんな一番回答数多い。すごい、さすがテレパシーだ。じゃあ次の問題いきます。え、誰髪もらいました。これはもうね、いけると思う。じゃん、これはもう簡単でしょう。お、みんなのコメント読んでよう。お、うまい、やった、いとちゃん。これはもう簡単でしょ。絵を信じてください。お、わかりやすい。正解発表、羊でした。ねえ。ねえ、四つん這いの人じゃない、絶対人じゃない。これ面白いね。次、むずい。ああ。じゃあ、よく見て、よく見て。これ、これだよ、これ。これですよ。あ、これも、髪型もね。みんなわかる？こっからね、はみ出ちゃってる感じね。わかるかな？ミニスカート。正解発表。わかめちゃん、おー、やったー。確かにちびまる子ちゃんもね、ちょっとこういう系統だもんね。すごい、やっぱみんなさすが分かってくれてる。楽しいから、もう一回やろう。え、終わっちゃった。あれ、どういうこと。終わっちゃった。もう一度やる。これ楽しいから、みんな付き合ってください。
これです。うわ全部ちょっと一緒じゃん。ちょっとみんな頑張って。これうわちょっと一個似てるのあるし、みんな伝わって、みんな頑張って。正解発表。タクシー。あーパトカー行っちゃったみんな。パトカーじゃないんだな。確かにパトカーに見えるよね。丸にすればよかったな。次行こう。早い時間。行きますよ。これ。え、これわかるでしょ？絶対これわかるはず。お、わかる？わかる？あ、わかりやすい？やった。わかる人多い。正解発表。聖火。お、すごい !94! リコーダー？絶対嘘だよ、リコーダーは。じゃあ、最後の問題かな、これ。頑張ろう。知らないんだけど。え、わかんない。近いと思う、多分分かると思う。ちゃんと見たことないから分かんない。正解発表。ガンダム。おお、おお、すごい。みんなすごい、みんなすごいな。じゃあ結果発表へ。さあ、どのくらいいるかな。お、全問正解 28%。 すごい、おめでとうございます。終了。次何やろうかな。あ、やば。皆さん、あっさり次行きます。ちょっと2回やったからもう楽しかったけどもう飽きちゃった。次はいろいろあるんですよ、コーナー。何にしよっかな。トーク、クイズ、感情パーセント、何、どういうのがあるの。ああ、エスコートゲームっていうのがありますよ。何これ。パーソナリティをデートでどうエスコートすべきかを当てるクイズ。
リスナーの皆さんはパーソナリティの性格等を考慮してうまくエスコートしましょう。お、じゃあ私の好みに合わせてください。まあ私の性格上どっちもあるんですよね。日によってアウトドアでもありインドア派でもあり、まあでも年越しですからね、どうなるんですかね皆さんだったらどうしてくれるんですかね。ちょっといろいろ考えて当ててみてください。これ全問正解したらすごくない？もう完璧じゃない？私の理想に。さあみんな頑張って。すごいな、前髪が伸びちゃって。正解は小立でまったりテレビ。おーすごい、一番多いすごーい。え、なんでみんな知ってるの？さあ次の問題へ。すごくない？みんな当たってる率高い。待ち合わせ場所にいるパーソナリティを驚かせる。さあどうする？あ、なるほど、私を驚かしてくださいまあでもな、まあ面白くて一緒にいて楽しめる人がいいですね。だからちょっとセンスの面白いセンスを持った人がいいなと思います。だからまあそのね、どれを選ぶかによりますかね。あとなんだろうな、待ち合わせ場所、まあでも私基本的に待ち合わせしててもちょっと遅れるからなあの待たせることの方が多い。決まった？みんな私も回答します。じゃピン、正解発表。 B 居酒屋。おすごいみんなすごい、 37% 一番多いじゃん。居酒屋キャッチのフリー、なんか面白くないですか？わかんないけど当たってる。みんなすごい、おめでとうございます。今んとこ全部当たってる人いんのかな。すごいね、なんかちょっとそのくらい面白い人がいい。ちょっとギャグな感じの人、そういう面白いことも一緒にやってくれる人、なんかくだらないことやってくれる人がいいですね。じゃあ続いて、家デートでパーソナリティの疲れを癒してあげる。さあ何をする？お、これ大事ですね。まあ家にいたら大体私は一箇所から動かないですね動いてキッチン。まあでも家でデートするならってことですもんね。なんですかね、家でしかできないこととかもありますしね。ほとんどそっか、この中。さあ何ですかね、みんな当たるかな。
るかな。さあ回答しますよ。私もトゥース。これ正解発表。一緒にテレビゲームを。いっちゃん少ない。イエーイ、テレビゲーム。これ当たった人いる。 14% の人。まあ、テレビゲームは私普段あんまそのゲームはやらないんですけど、なんか一緒に楽しいことしたいから、お昼寝だったらまあ一人でできるし、料理も振る舞ってもらえるの嬉しいけど、まあ家でゆっくりしたいなって思うデートなんだったら、ゆっくりしたいから料理はいいやって思うし、マッサージはプロにやってもらった方がやっぱ気持ちいいと思う。絶対プロにやってもらった方がね、あれだと思うんで、それとまあマッサージ屋さん行けばいいかなってなるから。テレビゲーム。じゃあ結果発表です。さあ全問正解した人はどのくらいいるんだろう。お、全問正解 2%。 すごーい。え、すごくない？2問正解も12。すごい。その 2% の人手挙げて。手挙げて。お、本当にすごくない？やべっち大魔王さん、行ってみるだけかーい。すごい、みんな。で、これは今50分から始まったから、あともう一個ぐらいできるな。何がいいかな。コーナーで、お、妄想もしもトークってのがあるよ。妄想もしもトーク、イエーイ。もしも〇〇だったらの現実ではありえないテーマで妄想するトークコーナーです。リスナーの皆さんの素敵な妄想ができたらコメントで教えてください。スタート。もしも一日だけ他の動物になれるとしたら、もしも一日だけなんか違う動物になれるとしたら何になりたいですか。私は、なんだろう、猫。猫になってこうのんびり日向ぼっこしたいです。で、寝て、基本的に寝て、お腹減ったら起きて、なんか甘えてご飯もらってまた寝るみたいな感じにしたいな。お、いっぱい来た。白鳥、ゾウ、ゾウ、白鳥、鳥、キリン、オオカミ、ウルトラマン、ポンタ、鳥、ホッキョクマ。鳥もいいね。飛べるもんね、外。あ、外じゃない、空。わかる。じゃあ特集了します。広がらなかった。終了。じゃあクイズでもするか。お、これも恋愛のやつですけど、なんか出てきましたよ。ぴったり、恋愛センス。恋愛のもの多いね。またさっきと同じようなやつか。パーソナリティの恋愛観をリスナーが予想して当てるクイズコーナーです。リスナーの皆さんはパーソナリティの性格、あれさっきと一緒これ。
違う。パーソナリティの恋愛観では恋人との出会いはどのくらいがベストでしょう。さあ、私の性格を考え、今のクイズの流れとかもそうですし、今までの感じを考えてやってみてください。まあこれ日によると思いますけどね。お、香港から見てます。さあどれですかね。タイムアップ。もう即答これでしょ。ピッ、正解発表。10分以内。お、53% いる。まあね、要件がある時にね電話すればいいんじゃないんですか。電話ってそういうもんじゃないの。さあ次。パーソナリティの恋愛観では恋人のことをどう呼び会いたいでしょう。下の名前呼び捨て、くんちゃん好き、あだ名で王子と姫。あー、なんだろうね、なんて呼びたいかな。なんて呼びたいかな、考えたこともないな。ダーリン。ダーリンって可愛いんだけど、ダーリン、ハニー。さあ何でしょう。何かな。まあでもこれかな。さあ何でしょう。タイムアップ。デレンデレンデレレレレレレレピン。あ、間違えた。あ、合ってる。間違ってない、合ってる合ってる。下の名前で呼び捨て、まあこれ普通に無難にですけど、それが一番いい気がする。くんちゃんだとちょっと距離感じるし、あだ名とかちょっと考えるのがねめんどくさいし、王子と姫 4%。 いや、呼ばれてみたいですね。呼ばれてみたい。パーソナリティの恋愛観ではデートプランをどのように決めたいですか。リードしてほしい、自分に任せてほしい、相談して決めたい、行き当たりばったり。私はまあ、それが恋愛観とどうかは別として、あの毎晩寝る前に次の日のスケジュールを決めて、時間でも 何時何分みたいな感じでメモ帳に書いて寝るっていうのが習慣なんですけど、まあ、案外そういうところあるんですけど、そういうのとかもね含めてちょっと皆さんに考えてもらえたらいいのかなって思います。さあ何でしょう、何でしょう。じゃあちょっと行きます。ピッ。
正解、相談して決めたいでした。お、一番多い。当たってる、イエイ。さあ、結果発表いきます。やっぱ相談しないとね、一人が決めるのもしんどいと思うし、二人で決めた方がその時間も楽しいと思います、きっと。お、8%! すごい、さっきより上がった。それでは、放送の時間ももう間もなくになってしまったので、スターランキング発表します。じゃん。トップ3発表する。ギフトを送ってステージを盛り上げてくれたリスナーのランキングを発表します。ランキングはギフトを送ると増えるスターの数によって決まります。ランキング発表します。3位、紫といきさん。ありがとう、紫といきさん。Thank you! 2位、リバアットマーク銀色メガネさん。ありがとう、メガネさん。そして1位は、ドゥク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 じゃん、上田はるかちゃん。ありがとうございます、はるかちゃん。 Thank you。 皆さん本当ありがとうございます。イエイ、嬉しいですね。ということで最後に中間発表も終わったところで、今回のメイン企画の横夏クイズに挑戦したいと思います。リスナーの皆さんとお話ししながら、この後の横澤夏子のいい女しか出れないテレビで披露する回答を考えたいと思います。とその内容がですね、と彼氏の電話に元カノから電話がかかってきた、わびれる様子もなく仲良さそうに話しゃべっている、元カノと連絡取ってるのと聞いたら、うん今は友達だからねと言い切られた、そんな時いい女夏子はどうする、っていう話ですよ。皆さんどう思いますか。わびれる、40分だよね。どう思います。もう一回問題読みますね。彼氏の電話に元カノから電話がかかってきた、わびれる様子もなく、わびれるだよね、わるびれるなの、へえ、様子もなく仲良さそうに喋っている、元カノと連絡取ってるのと聞いたら、うん今は友達だからねと言い切られた、そんな時いい女夏子はどうする、という問題です。さあ皆さんはどうしますか。仕事上のお付き合いがあれば仕方ない、なるほど、お仕事でねどうしても絡みがあったらしょうがないってことですよね。あとは その人と友達になるの、すごい怖くない、なんかそれさあどうしますか。これね、後でここに書いてね持ってかないといけないから、皆さんちょっと一緒に考えよう。なんかね、夏子さんがどうするかっていうことを考えてくださいってことだったから、夏子さんの感じを考えていくのは何だろうな。もしでも自分だったらどうするんだろう。でも別に元カノでしょって思っちゃうけどな。話しつけに行くすごい、尊敬する、逆にそれできるって絶対多分自分だったら無理だな。なんかそうなんだ、いいねって言って終わっちゃいそう。でもまあ別に、まあ元カノってどうなんですかね、よくわかんないや。どうするんだろう。
そっとしておく。まあそれが一番かもね。そっとしておく。ああ昔の女ね、どしまい宣言する。すごいな。泣く、まあ泣くかもね。泣きはしないか。でも泣きそうにはなるよね、気持ちね。素直になったら悲しいもんね。元彼から電話かかってきたふり、ふり、みんなふりをしてその場を離れて様子を。やり返すパティーンね。なんだろうな。でもどうするんだろうな、わかんない。わかんないけどどうすんだろう。携帯取り上げてバキバキに壊す。確かにね。でも夏子さんはどうするかだもんな。まず自分だったらきっと その話の内容にもよるよね、きっと。だって電話普通のなんか相談かもしれないし、相談だったら別にいいと思うし、まあ別にいい仲の友達、仲のいい友達っていう風にお互い割り切ってるんだったら別にそれを邪魔する必要もないし、いいと思う。ああ私の前でやめてくんないってはっきり言うね。確かにね。まあ気にしない。そうね、横澤さん優しそうで、だからね、優しそうだからあんまり言えなそう、はっきりは。だからなんかこういい、なんだろう、いい具合で気にしてるだ、気持ち的に気にしてるんだろうなって感じはありつつも、言葉では言わなそう。あー、ありえそう。元気にしてるって聞いてにっこり笑うっていう怖いやつね、違った意味で。否定はしないけどみたいなやつね。ああ今度紹介してねって言っとくっていうのも確かにありそう。ありそうだな、この2つありそう。にらみつけるわ。それ結構よくない？今の2つだったらどっちだと思う？もう一回言うね。そう、元気にしてるって聞いてにっこり笑う。今度紹介してねって言っとく。どっちだと思う？この2つ結構ありそう、ありえそうじゃない？どっち？1か2。どっちだと思う？紹介？ああ、紹介ね。確かに今度紹介してね、いいかもね。紹介か、じゃあ紹介にしよう。今度紹介してね。皆さんのことを信じてそれにします。
できたよ。じゃあじゃん、今度紹介してね。確かにどっちも怖いね。怖いよ。私たちの結婚式に言わなきゃは怖い。怖すぎる。重い。じゃあこれをせっかくなのでフリップとスクショタイムにします。そろそろ。じゃあスクショタイム10秒間、まず10秒間ぐらいいきます。じゃん、スクショしてリツイートしてね。イエイ。今度紹介してね。怖い。リツイートタイム。紹介してね。リツイートしましたか皆さん。もっとしてくださいね。ね、あれはギフト、ギフト欲しいな。どうやったらギフトもらえるの。なんかね、画面にねわちゃわちゃってなるんだって。それやりたい。それでスクショしたい。スクショタイム。お、なにこれ。わかんない。どうやってやるなったらさ、それがなるの。なんか書いてあるんだよね。ギフト欲しいな。そろそろ終了のお時間なので、特に放送で盛り上げてくれたリスナーさんにお礼を言わせてもらいたいと思います。フィーバーギフト見たい、見たいけど誰もやってくれないからもういいもん。ということで時間になります。あと6分くらいかな。楽しかったですか皆さん。なんかあんま普段やらないようなクイズとかゲームとかやったから、そういうの面白いしね。なかなかやる機会ないし。どうやるの。お、来た。キャー、しのぶさんだ。ありがとう、かわいいメッセージ。しのぶさん香港からありがとうございます。スパガも卒業しましたが、スパガ卒業しましたが、これからも応援してくださいね。あゆのファン、あ、浜崎さんのファンの方ね。やり方がわからない人もいるのか。ちょっとわかんない私も。さあ、ということで、そろそろ発表する上位の方を呼びますかな。いいですかみんな。そろそろ終了しちゃいますけれども、じゃあ最後に順位発表しちゃいます。発表トップ5。ギフトを送ってステージを盛り上げてくれたリスナーのランキングを発表します。
ランキングはギフトを贈ると増えるスターの価値によって決まります。5、おさっきの方、5位、紫トイキさん、ありがとうございます。トイキさん。そして4位、いとちゃん、にょすってこう、にょす、ありがとう、にょす。3位、レーダーはるかさん、ありがとう。1位の方、さっきの。そして2位、しのぶさん、ありがとうございます。コメントもありがとうございました。プレゼントありがとうございました。そして1位はジュルルルルルル、じゃん、リバアットマーク、リバアットマーク銀色メガネさん、おめでとう、ありがとうリバさん、ありがとうございます。メガネさん、楽しんでもらえましたか。ということで、皆さん本当に本当にありがとうございました。いや嬉しいな、こうやってできるの。はい、そしてアメステージの放送を見ていただいた皆様ありがとうございます。皆さんがたくさん参加してくださったおかげで楽しく放送することができました。最後に、まだチャンネルのフォローをしていない方はフォローをお願いします。次の放送があるときにお知らせを受け取ることができます。だからまた私が出ることになったら絶対絶対絶対今日見てくれた人は見てください。いや本当になかなかこういう機会もないので、本当一人だし、しかもどうしようって思ってたんですけど、遊びに皆さんが来てくれて嬉しかったです。なんでこの後番組の方にも出演しますので、皆さんからもらったこの答えを元に挑んできますので、皆さん応援してください、見てください。この後もさあ、それでは今後もまだまだアライレイラ頑張りますので、ツイッターなどインスタもですけど、ツイッターとインスタ、この2つフォローお願いします。そしていろいろと活動もしてまいりたいと思っている所存でございますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい、というわけで皆さん本当に最後までお付き合いいただきありがとうございました。じゃあまた後ほど、ありがとう、あ、これどうやったら、ありがとう、バイバーイ。